掛軸塾。はい、どうも掛軸塾の野村です。さあ今回は中尊寺金色堂についてお話しさせていただきますということで、はい、中尊寺金色堂、岩手県平泉にある平安時代後期に建立された仏教寺院になりまして、あの平等院鳳凰堂、修学旅行で絶対見に行くやつ、あれと並び称されるぐらいの極楽浄土の世界観をめっちゃ表してますよの建築が、こちらの中尊寺金色堂と言われております。まあ、それはね、金色堂やからゴールデンテンプルやからね、それもさぞかし極楽浄土の世界を表してるありがたいもんなんでしょうという、そういうことなんですよ。何を隠そうね、こちら東北地方に現存している最古の建築物とも言われておりまして、もうとにかく格式高いすごいのがこの中尊寺金色堂になります。そんな中尊寺金色堂が2024年、今年がね、なんと建立900年を迎えるということで、おめでとうございますということで、今大騒ぎ中の大騒ぎなんですよ。まずね、その中尊寺金色堂にあるもうメインの仏像11体っていうのがあるんですけども、それが初めて、中尊寺金色堂から出まして、東京の東京国立博物館で、お披露目会しますよっていうのがもう間もなくスタートします。はい、1月からスタートなんでね、これはね、先週僕も動画でご紹介させていただいた展覧会なんですけども、めちゃくちゃ面白い、見どころたっぷりということなので、あ、これはええなっていう、まあ、それを皮切りに他にもね、その東京だけじゃなくて地元の中尊寺でもいろいろなイベントっていうのを1年間かけてもうお祝いやから、もうこれを機に中尊寺いっぱい知ってもらおうみたいな感じでめちゃくちゃやってますよっていう状態なんですよ。まあ、そんな中で、ちょっと中尊寺金色堂の歴史900年もあるんやったら、ちょっとどういう風な経緯でそういう立ち入れられて今に至るまで何があったのっていうのを調べてみたいなと思って、今回調べてまいりました。それがね、めちゃくちゃ面白かった、ああなるほどなっていうことたくさんあったので、今回はそちらをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。で、その歴史とともに、見どころですね、どういったところが見どころなのとか面白い話っていうのも合わせてね、ご紹介させていただこうと思いますので、ぜひ今回の動画最後までご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。まずね、誰が建立したのかっていうところなんですけども、藤原の清衡っていう方が建立いたしました。藤原の清衡、まあ、これ諸説いろいろあるんですよ。この藤原の清衡の前にも誰かがね、こう建ててたのが元になったんちゃうかとかいろいろ言われたりはするんですけども、まあ、一般的にはこの藤原の清衡が建立したと言われております。はい、で、じゃあなんで建立したのね、なんか建てたかったん、ちょっとね、成金趣味で建てたかったとか、そういうことなん、そういうわけではないですよ。ちょっといろいろ理由がありまして、その理由を紐解くためには、この藤原の清衡の生涯がちょっと関わってくるので、そちらをちょっと見てみたいなと思います。はい、藤原の清衡っていうのは1056年から1128年まで、生きた方になります。だから平安時代後期ぐらいですね。で、その時代背景っていうのが、平安時代後期の東北地方になります。東北地方、はい、その当時の東北地方どうだったのかっていうと、2つの大きな国がございました。はい、陸奥の国っていうのと出羽の国っていうのが東北地方大きく分かれておりました。はい、で、東北地方って平安時代の前ぐらいにはなかなかね、朝廷にこう服従せんかったって、江見氏とかなんか聞いたことないですかね、映像とかなんかあったじゃないですか、ああいうふうな感じでなかなかね従わなかったけど、なんとかまあまあ従うようになったよぐらいの世界観、時代観やと思ってください。で、まあ一応出羽の国と陸奥、の国がありました。一応朝廷から役人的な人は来るんやけども、それは一応来るは来るけど、地元にはやっぱすごい豪族がいましたよっていう人が実質的には力を持ってたというふうな、世界観で、この東北地方があったんですよ。で、じゃあ陸奥の国を治めてたのは誰ですかという、陸奥の国っていうのは、福島県と宮城県と岩手県と青森県と秋田県の一部、めっちゃでっかいね、めっちゃでっかいところを、治めてたのが安倍氏という、安倍一族、安倍さんがまあ治めてましたよと。で、じゃあ出羽の国はどうなのというと、山形県と秋田県、これ2つの県だけですけど、まあまあでかいよね。ここを治めてたのが清原さんが治めてましたよということで、この2つの勢力が、東北地方にありましたよと。で、藤原の清衡っていうのはお父さんがね、ルーツは藤原家の方やったんですよ。藤原家ね、藤原道長とか今ね、大河ドラマとかでやってるじゃないですか、藤原家の方が。で、まあ藤原家ってすごそうに見えるけどいっぱいおるのよ。藤原家、なんとか藤原家の最初、藤原家っていうと中富の鎌足りから始まるわけね。大河の改新の時になんかおったじゃないですか、中富の鎌足り、あれが、藤原っていう姓をもらって、でその息子かな、不人っていう人がおって、でその不人から4つぐらいの家に分かれるんですよ。なんか北家とか南家とかなんかね、いろいろ分かれて、そこからね、もうめちゃめちゃ増えてったのね。めちゃめちゃ増えてった中の北家のラインの、まあ
その、で、分家みたいな感じの人が、なんかの仕事で多分東北に行ってそこに住む形になったっていうのが、このお父ちゃんやったわけなんですよ。藤原家、めちゃめちゃ由緒は正しいんやけども、まあ、分家すぎてちょっとどうなんっていう、ちょっと微妙なところの人が、お父ちゃんとしていましたよと。で、お母ちゃんはっていうと、安倍さんやったんですよ。安倍一族の、まあ、人だったよということで、そこと、まあ、結婚して、まあ、生まれたのが清平っていう形だったんですよ。だから、まあ、お父さんも当然、安倍グループの中枢的な人やったみたいなんですね。だから、まあ、藤原清平一族、まあ、このお父さんお母さんも含めて安倍さんグループやったんですよ。ここまで、まあ、最初の初期設定として、じゃあそこからどういうふうな時代展開があって、この、ね、平泉の、中尊寺金色堂ができたのかっていうと、ちょっとね問題が起こったよ。問題が。はい。それ、トップの安倍さんがね、ちょっといろいろやらかしたんよ。やらかした。それが、前九年の役という、まあ、戦い、合戦、長いのね、9年間ぐらいある戦いなんですけど、それが起こったんですよ。これ何なのかっていうと、当時ね、だから安倍さんめっちゃ力持ってて、なんでそんな力持ってたのかっていうと、この東北地方っていうのは、砂金が取れたのよ。砂金。金で。で、当時、金ってなかなか取れなかったよ。日本でなかったのよ。で、まあ、平城京の時とか、奈良の大仏とか作る時とかも、金がなくて、海外から取り入れようかとか、買おうか、高いけど、とか言ってる時に、東北地方で金取れましたっていうことで、お、マジかみたいな感じで、わーって湧いたっていうぐらい、もう金が取れるっていうことはすごいことやったのよ。っていうので、金持ってるからね、俺ら力持ってるからね、っていうことで、安倍さんと、その清原さんっていうのは東北地方でめっちゃ力持ってた。プラス、馬がええの取れたんよ。群馬ね。まあ、馬って群馬もそうやし、あとまあなんか祭りごととかにも使ったりするからね、いい馬が取れるっていうのは、いい車があるよぐらいの、そういう産地やったので、力を持ってたのが東北地方。なので、まあ、一応、朝廷には服従してる体はするんですよ。一応、貢ぎ物を送りますよっていうね、朝貢しますよっていうのが服従の証やったんですけども、これ安倍さんがね、いやー、もうちょっともうええんちゃうみたいなね。朝廷から遠いし、俺は力持ってるし、本気出したら朝廷とか全然やっつけれんで、みたいな。金あるから金持ってるし、軍馬おるから、ちょっともう、ちょっとサボったろ、朝廷サボったろ、もう貢ぎもサボりますわ、みたいな感じで、ちょっとボイコットしたんですよ。そんな朝廷がブチ切れて、まあ、当然、お仕置き隊を差し向けるわけなんですよ。で、お仕置き隊で、行ったのが源氏やったわけなんですよ。源氏。まあ、源氏の何がしっていう、まあ、今そこはちょっと置いときますけど、まあ、源氏が行きましたよ。まあ、頼朝の先祖さんが行きましたよということなんですよ。で、行ったんですけど、やっぱね、安倍さん強かったね。言うだけあって。まあ、結構ね、行ったり来たりをこう、押し問答みたいな感じで、一進一退の部分もあるけど、やっぱ安倍さん強くて、このままじゃ源氏やばいなっていうことで、どうしようかっていうところで、この源氏が取ったのが、隣の国の出羽の国の清原さん、ちょっとヘルプを求めたんですよ。ちょっと清原さん、ちょっとね、僕、こう、自分一人でやっつけれると思ったんですよ。やっつけれて、なんならその東北地方の覇権をちょっと、ええように取ったのかなと僕思っとったんですけど、ちょっと無理なんでごめんなさい。ちょっと一見てたんで、清原さん、助けてください。このまま負けて書いたって言ったらもう面目立たへんので、とりあえず勝たなあかんので、清原さん力貸してくださいよって言ったら、まあ、清原さんがまあ貸してくれて、で、なんとかこの安倍さんを滅亡させたと、滅ぼすことができましたよっていうことやったんですよ。で、その、藤原の清平のお父さんは安倍派の方やったので、当然まあやられちゃったわけね。で、まあ殺されちゃったんですけども、その殺され方がね、あんまりいい殺され方じゃなかったらしいんですね。まあ、斬首、首切られるらしいんですけど、その普通首切るってまあ、ね、ブチュブスバッと切ったらいいんですけど、わざとなんか錆びた刀かなんかで切ったらしいんですよ。切るという、まあ、刑やったらしいですね。なんでそんなことするのっていうと、一発で切れた方が、まあ、痛みがなくて、スパッと切れてええやんっていう、ギロチン的な、スパッてもう苦しまんでええやんって言うなんですけども、錆びてるから一回で切れへんから、何回もこう切って、こう、ね、痛みを味わわしてやるぜ、みたいな、残忍な処刑の仕方やったらしいんですよ。で、まあ、それは、まあ、ね、清平的にはすごいトラウマになったと、なんでそんなことすんねみたいな感じで、で、まあ、あったんですけども、まあ、お母さん的にはね、でも、なんとかこの子を自分も生きていかなあかんし、この子も育てていかなあかんから、なんとかお父さんおらんようになったけども、安倍さんもほどんじゃったけど、生きていかなあかんということで取った行動っていうのが、清原一族と再婚するという手段やったんですよ。これはね、まあ、なかなか背に腹かえれん、まあ、いろんなね、戦国じゃないけども、なんか、ね、まあ、そういう時代の生き方だったんでしょうね。まあお母さんはまあその清原さんのところに嫁ぎました。清原さんと結構ええところの人、その中枢的な清原一族の中でも主権を持ってるよっていうところに、再婚したんですよ。清原の武貞っていう方と、再婚しましたよと。で、
この藤原清衡というのは、まあ、清原一族になったので、まあ、養子のような感じで入る形になったので、清原清衡になるわけなんですよ。言いにくい。ほらね、もう調べてて一番言いにくかった。清原清衡。もう言いにくいな、になったんですよ。もうやめてって感じなんですけど、まあ、なりましたよと。で、まあまあ、入ってよかったね。で、一段落したと。で、まあ、源氏はね、残念ながら主権を取れなかったんで、ちょっと一回お休みという形で、まあ、休みになっちゃうんですけど、まだ後で出てきます。はい、後で出てきます。で、藤原清原は、清原の清衡として、清原一族でこう、まあまあ、なんとか入って、清原一族がこの東北地方の陸奥国と出羽の国的なところを、こう、なんか牛耳るような形ですごい力になったわけなんですよ。なったんですけども、そこでね、またトラブルが起こるんですよ。はい。それが何なのかっていうと、御三年の役っていうのが起こります。ややこしいね。前九年の御三年、その真ん中にあるの何なんて感じなんですけども、まあ、御三年の役っていうのが起こります。それが1083年から1087年。これは何なのかっていうと、簡単に言うと、清原一族の勢力争いの内乱でございます。はい。その清原の武貞、そのお母さんが嫁いだところで本当にすごいいいところやと、もう中枢的な人やから、そこにもね、とお母さんが再婚する前からの、息子がおったわけなんですよ。元から息子っていうのがいたんですね。それが、清原の実平という元から息子がいましたよと。で、その清原の清衡、藤原の清衡は、言うたら後から入ってきたからよそから息子になるわけなんですよ。難しいけど、前から息子、よそから息子。で、お母さんとその酒定の間にも後からね、息子が生まれたんですよ。これが後から息子ということで、家衡ということで、清原の家衡。もう難しい。平平平ばっかりやけども、元から息子の実平、で、よそから息子の清衡、で、後から息子の家衡。が、まあ一応後目相続的なもので当然喧嘩するわねっていうことで仲めちゃくちゃ悪かったんですよ。で当然まあねこの勢力争いとかもね権力争いとかも含めて内乱が勃発しましたよってバトルロワイヤル状態だったわけなんですよ。オラオラオラってやって結局まあその中なぜかね源氏も参加してるんですよ。俺もやるみたいな感じでこの土作さに紛れて今度こそ東北の主権取ったるみたいな感じで源氏が来たんですけどもまあいろいろありまして最終的に生き残っためっちゃ省くけど最終的に生き残ったのがこの清原の清衡やったんですよ。あとよそから息子主人公が生き残りましたよとあよかったねとで、じゃあ源氏はどうなったの外北地方の主権取れたんというと取れなかったんですよ、はい、しかも朝廷からするとこれは清原一族の内乱やから、何お前勝手によその揉め事に首突っ込んでんねんしかもその首突っ込んでるせいでなんか本業めっちゃおろそかになってるからなんか普段の朝廷に対するなんか、ね、仕事がおろそかになってるぞみたいなちょっとなんか目つけられるみたいな感じにもなってもう踏んだり蹴ったりやったのが、この源氏さんやったわけなんですよ。ただこの源氏はねそう踏んだり蹴ったりの状況でなんでやねん俺もせっかくなんかええとこないわというところやったんですけども部下にはね優しかったんですよ。関東から引き連れて部下でこうね部下を連れて行ってるわけなんですけど部下にはちゃんとね働いてくれたから施してなあかんなということで自腹っすよ。自腹でちゃんと恩賞を与えたりとかしたっていうのをちゃんとしたっていうところがこのね後々の源氏と関東武士のなんか血のつながりみたいなそういうのも裏切りませんであの時のゴーンと方向でみたいな関係に繋がっていくというそういうふうななんかバックグラウンドの動きがあったっていうのを知ってるとねああそうなんやっていうのが分かるじゃないですかっていうのがあったらしいんですよ。でまあまあ源氏は置いといて結局その清衡一族の、生き残りが、この清原清衡主人公になったので、まあ言うたらすごい力を手に入れたわけなんですよ。もうノミネートしてるやつが全員死んじゃったから自分が陸奥の国と出羽の国、まあ、この奥州2つ合わせた奥州って言うんですけど奥州の国を統治するというすんごいところにたど、り着いたわけなんですよ。ああ来てしまったここまで来てしまったねまあ、来てしまったからもうちょっとねもう清原一族僕もともとちゃうしもともと藤原一族やったからお父さんの藤原家もともと由緒正しき藤原家のあれやから藤原の清衡と名乗りますわっていうところから、奥州藤原氏が誕生したっていう流れなんですよ。はい、ここでやっと藤原の清衡に名前が変わります。あよかったやっと言いやすくなったっていう感じですけどそうここで藤原の清衡になりましてでまあ、やっと自分の権力も手に入れるようになったと。すごい力も手に入れるようになって、借金もいっぱいあるし、何でもやれることはある程度できるようになったけども、自分の人生を振り返ってみると、もう戦いばっかやと。ね、お父さんはすごい殺され方をしたし、で、それで清原一族にも方にも行ったけども、そこで内乱もありましたよと。で、この内乱でね、この藤原の清衡っていうのは、奥さんと息子を焼き討ちかなんかで亡くしてるんですよ。
っていうのもあったりね。でまあいろいろね、まあ、言っても血はつながってないにしてもまあいろいろねさあのこう殺したり切ったり殺したりってあったわけじゃないですか。まあ、あの下の家平後から息子は一応血つながってはいるのかでやるけども、まあまあいろいろあったりしたから、そういうのも含めて、ね、仲間とかも死んでったから、ちょっとねもう争いをなくしたいっていう心境になったみたいなんですね。もうこのせっかく自分が統治することができるような欧州を手に入れたんやったら、この欧州という国はもうみんなに優しい争いのない国にしたい。そのためにはまず豊かにならなければいけないし、で来るものを拒まずみんなを受け入れれるようなすごい広大な力を持って、誰にも屈さないすごい力を持てるような世界にしたいっていうものも含めて、まるで極楽浄土の世界のようにこの欧州を作り変えたいっていう願いを込めて、よしじゃあそんなすごいお寺を建てようじゃないかっていうことで建てられたのが、1124年中尊寺金色堂やったわけなんですよ。これこそ極楽浄土の世界じゃないですか。これもう金でもう全部金で作りましたよ。で仏さんもいっぱいあって、これがもう富の象徴、映画の象徴やけども、こういう世界観にみんな来れるよっていうのを象徴的に作っとけば、この欧州では争いは起こらないでしょ。でなんなら自分も亡くなった時この極楽浄土に行けるように阿弥陀さんに助けてもらえるようにっていう願いも込めて、建てられたっていうのが、この中尊寺金色堂やったんですよ。へえ、なるほどねと、いろんなねその初代の藤原清衡の思いがこもったのが、中尊寺金色堂願いがあったわけなんですね。でじゃあそこからどうなったのかっていうのを次見ていきたいなと思います。はい、奥州藤原氏の映画っていうことなんですけれども、初代が、藤原の清衡だったんですけど、これがね、まあ、創立期として、そこから続きます。はい、2代目が藤原の元衡っていう方なんですけども、この人もねやり手やったんですよ。はい、なんだろう、創立の次に成長させた、その清衡のやってきたことを成長させたのが元衡やったんですね。何を成長させたかというと、まあ、朝廷とはねうまいことやっとったんですよ。力関係、まあ、役人が来たりするのも、まあ、全然迎え入れますよと、全然敵対してませんよと、ね、朝貢もしますよと、貢ぎ物とかもしますよと、でもちょっと貢ぎ物の量増やせやとか、なんかちょっと、なんかちょっと持ってると思ったらふっかけできたりするから、そういうのちょっとそういうのできへんから、ちょっと勘弁しても、もうちょっと減らしてやみたいな交渉能力も長けてましたよ。まあ、武力あったからね、ちょっと本気出したらちょっと怖いからなお前らみたいなのもあったのかもしれんけど、なんかまあうまいことバランスを取れてたんですよ。で、この奥州っていうのは、まあ、砂金が取れて馬がおってっていうのもあるんですけども、貿易もね結構できたんですよ。貿易、まあ、アイヌの方から、まあ、北海道の方から、越えてアジアのなんかすごい珍しいものとかを交易でこう貿易を自分ですることができたんですよ。普通やったら京都とかを通さなあかんんですけども、上の方やから別に京都通さんでも行けますよと。で、まあ、新潟からね、こっちの、中国とかの方にも行けますよということで、独自の貿易ルートを持ってたっていうのも強かった。めっちゃ広く富を蓄えてたわけなんですよ。ただでさえ金取れて、その金がね外国では高く売れたのよ。うん、だからそれも含めてどん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 拡大していったのが2代目で、3代目はどうなのかっていうと、秀衡になります。秀衡も、ひら多すぎやねんって感じなんですけども、まあ、秀衡になります。この秀衡がね、一番成熟期やったんですよ。めちゃめちゃ強かった。もう、まあ、もちろんね、清衡、元衡もすごかったんですけども、秀衡が一番すごかったと言っても過言ではない。なぜかというと、その、初代、二代目が、与えられなかった、位、朝廷からもらう位とか、なんかそういう役職とかを、この秀衡というのはもらえるぐらいの、すんごい、こう、交渉とか、もういろいろやり手やった。とにかくやり手やったのが、この秀衡。で、まあ、もう何でも焼きますよということで、もうすごい力も持ってましたよ。で、都は、いろいろ、血生臭い、戦い、権力争いとかいっぱいあってね、もう、なんかあるじゃないですか。ね、いろんな、なんとか事件とか、なんとか事変とか起こってるのを、予想に、東北地方はほんまに争いがほとんどなかったので、栄華を極めてたわけなんですよ。争いがないから、もう燃えるもんもないから、めちゃめちゃこう豊かになってるから、平安京に次ぐ、都、なんなら傷つかないから、もう一大勢力、独立国家みたいな感じになってたのが奥州の、藤原氏やったわけなんですよ。の、まあ、こうハンドリングをしてたのが、秀衡ということで、この秀衡がねめちゃめちゃ絶頂やったんですけども、この絶頂の時にねちょっといろいろドラマがあるんですよ。
はい、もうそれは平安時代の終わり、もう鎌倉に行こうかどうかの時の時代の話なんですけども、あの鎌倉時代ってなったら出てくるのは、そう、あの源平合戦ですよね。源平合戦、あの、平の清盛とかがこうめちゃ力つけてたけども、それで逃がした頼朝が挙兵して、結局やられましたよって、あの源平合戦なんですけども、その頼朝の弟義経が、頼朝が挙兵する前は鞍馬寺っていう京都の山に預けられとったんですけども、そこから、ちょっといろいろ親戚とかをたどったりとかして、奥州にちょっと行ったんですよ。あのかくまってもらうかなんか出家するよりか、あのこの奥州でちょっとね過ごしたいみたいな感じで、ここの独立国家に行きたいみたいな夢の国みたいな感じだったんですよ。当時からすると本当に何の力も朝廷の力とか及ばへんし、なんかすごいやり手の人がおるぞみたいな感じだから、パラダイスみたいなイメージ、そういうこと極楽浄土に行くぐらいの気持ちも含めて、義経っていうのはその挙兵する前に奥州平泉に行って、この秀平のところで世話になったんですよ。しかも結構長い何年間かというのを世話になって、で、頼朝が、挙兵したぞと、お兄ちゃん挙兵して源平合戦やるぞっていうことでわーってやってるっていうのを聞きつけて、すいません秀平さん、ちょっと僕ね、ここでちょっと一緒に過ごしたいんですけども、やっぱお兄ちゃんと一緒にあの戦って、あの兵士を打ちたいんです、言うて、秀平もわーっと必ず戻ってこいよみたいな感じで言って、清経が挙兵して、頼朝と合流して、で兵士をやっつけるわけなんですよ。でよかったねよかったねっていうことやったんですけども、ドラマはここで終わらなかったんですね。源平合戦っていうのは、その義経のすごい力をつけて人気者やったとかいうのも含めて、頼朝はちょっと気に入らんかったんですよ。で、なんか勝手に官位をもらったとかいうのも含めて、なんかイチャモンも含めて、義経討伐やーみたいな感じで頼朝言っちゃったのよ。で義経的には、えマジでみたいな、そお兄ちゃんさっきまでなんか英語に言うとったけど、なんかいきなり敵扱いされたでみたいな感じで、とりあえず逃げるしかないと。でどこに逃げんねんっていうことで、もう関東とか逃げとってもな、頼朝のねお膝元やからあかんし、どこに行けよということで、もうよかった、ほんならもうここのね平泉のあの秀平さんのとこ行くしかないわということで、秀平のところに逃げ込んだと。で秀平もどうしようかなと思ったんですよ。いや義経は可愛いし、もうこの義経と一緒にまあなんかことをもう構えてもいいんやけども、あでも頼朝とか、あいつ今もうすごい飛ぶ鳥落とす勢いやから、もうこれは全面戦争しかないけども、うちのバカ息子どもを大将に立てても絶対頼朝には勝てへんから、もうそれはやっぱ大義名分も含めて義経さんを立てて総大将にして、頼朝と一戦か、もうやるしかないわ、もう軍事力あるからね、17万騎ぐらいのうち馬おるからね、それらを全部してこうしたら頼朝とも戦えるやろみたいな感じで、もう秀平さんもやる気満々やったんですよ。だから頼朝もなかなかこう部活に手出せへんなっていうところやったんですけども、ここがね残念なドラマが起こるんですよ。はい、それ何なのかっていうと、秀平さんがね急に死んじゃいます。マジでって感じなんですよ。そう死んじゃったんですよ。病気がなんかで急になくなっちゃって。で、急遽4代目の安平になるわけなんですね。この安平君がね、秀平さんの太鼓判の残念な息子やったっていうことで、頼朝からね、こうなんかいろいろこう誘惑が来るわけなんですよ。義経の首出してくれたら、そっちは別に何もなんか攻め込まへんつもりやねんけどなーみたいな感じのこと言われて、安平もどうしようって、家族、一人で決められへんから、家族会議みたいな感じでやったら、わし、ちょっと義経の首差し出して、このね、奥州の自治権を持っとくだけでも全然ええから、そうしたいねんけど、みたいな感じで言うたら、周りからはね、それ絶対罠やって、頼朝絶対そんなに納得せんで、絶対奥州そのままガブっていくつもりやから、やめとけみたいな感じで言うたりすんねんけども、安平的には、もう、わしは争いが嫌いやから嫌や、いうことで、義経攻めろっていうことになっちゃったのよ。で義経攻められて結局、自害する形になっちゃったのね。でこれ安平的には頼朝に首できました、取ってきましたこれで何とか穏便にしてください、奥州の自治権だけはくださいねって言ってたんですけども、頼朝的にはここで前半の布石が出てくるわけですよ。源氏はもともと東北地方の主権を取りたかったんですよ。ね、前9年の駅でもね、煮え湯を飲んで取れへん、清原氏に助けてもらったから取れへんかったし、5、3年の駅では、朝廷からお前勝手にやっただけや言うて、なんかもう、はしご外されたみたいな感じになって、取れんかった先祖の、もう長年の希望を、頼朝的には、よし、今がチャンスや、っていうことで、その約束、ペーンして、いや、お前ずっとかくまってましたよ、言ったけど、遅かったから、もうそんな聞きません、いうような感じで、安平もろとも全部、この奥州を飲み込んでしまった、藤原氏っていうのは滅亡してしまいましたよ、っていう悲しいドラマなんですよ。ここで、奥州藤原氏っていうのは、滅亡する形になります。はい。
はい、ここまでね、奥州藤原氏の栄枯盛衰を見てきましたけども、その後中尊寺金色堂はどうなったのかっていうのを見ていきたいなと思います。まあ、その頼朝に攻められたからといって別に中尊寺金色堂燃えたとかそういうことはなくて、一応残ってはいて、ほんで、頼朝も、わあすげえな、ここ奥州ってやっぱすごいな、言うてる以上にすごいぞみたいな感じで感動したとも言われております。はい、そんな感じでやってたんですけども、やっぱりね、その主がおらんようになるとね、荒れるんですよ。荒廃するということで、しばらく荒廃してたんですけども、1213年、北条政子の夢枕に藤原秀衡公が現れて、平泉寺院の修理を促したことにより、幕府は地頭にその修理を命じたと、吾妻鏡に、記されているというふうに記述があります。はい、この吾妻鏡っていうのは、その鎌倉時代になって、初めてまとめた武士が初めてまとめた、記録歴史書みたいなものなんですよ。まあ、そこに書かれてるから、まあ、信憑性あるねということで、北条政子大先生のところに、秀衡公がおいちゃんと直してくれよみたいな感じで夢枕になったから、ああ分かりましたみたいな感じで、これは不吉やからちゃんと直さなかみたいな感じの、ことがあったというふうに言われております。そのせいもあってか、1288年、幕府が金色堂を修理して大井堂を設けたというふうに言われております。はい、まず金色堂はちゃんと修理しましたよというのが1288年で、大井堂って何なんていうと、それまでは、金色堂というのはおそらくこれ野ざらしやったんですよ。だもうゴールデンテンプルがそのまんまの状態で出されてた、まあ、だから金閣寺みたいなイメージなんかな。もうそのだから雨風が言ってたらそれは荒廃するでしょうって感じなんですけど、なってたのを、せめてガード作ろうよっていう、それが大井堂、覆うからね、その側がね、守ってくれたら中の金色が傷まないでしょっていう、その大井堂を作ったのが1288年と。でその後どうなったのかというと、1337年に中尊寺に大きな火災が発生します。はい、これがねめっちゃ多かったんですけども、で中尊寺金色堂っていう、中尊寺っていろんなお堂があるんですよ。全部合わせて中尊寺なんですけど、そのうちの金色堂がありまして、金色堂はギリセーフやったんですよ。燃えんかったんですけども、他のお堂とかは結構燃えてやばい状態になりましたよっていうのが、この1337年、まあ、ギリセーフやったよと。で、まあそのね、まあ、燃えちゃったからそれも復興せなあかんということで、まあ、大変やったの、中尊寺自体は大変やって、でその後どうなったのかっていうと、1665年江戸時代になりましたよと。なら江戸時代になったら、幕府の本山松寺制度っていうのがあって、まあ、それぞれ本山のすごいお寺とピラミッド式になって、それぞれに全部組み込まれますよっていう制度ができたんですよ。この中尊寺金色堂も何かの寺の松寺にせなあかんなっていうことで、なぜか江戸の寛永寺の松寺に組み込まれます。なんでって感じでしょ。だから中尊寺も、江戸の寺の松寺なんですか、寛永寺全く関係ないですけどねみたいな感じなんですけども、まあ一応組み込まれました。この寛永寺っていうのは徳川家の菩提寺でもあったので、まあ一番まあパワーあったわけなんですよのところやから、まあまあそれでもうええやろ、もう中尊寺もすごいけど、もう別格扱いで見れとこわみたいな感じで、なりました。松寺になりましたよっていうのが、この1665年になります。で、1689年に、奥の細道の旅をしていた松尾芭蕉が、中尊寺に立ち寄ります。はい、で、そこで見たんですけども、この時、その松尾芭蕉が残している資料からするとだいぶ荒廃したみたいです。やっぱりね、まあ、なんだかんだいろいろやってきましたけど、やっぱり荒廃はするんやなということで、で、ね、雨風もいっぱい打たれてるから、いくら大井堂があるから言うても、まあ、なかなかギー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 言うたり、まあ、浸食したりとかね、いろいろ錆びたりとかなんかあって結構ひどい状態やったみたいなんですよ。で、松尾芭蕉が詠んだ句っていうのが、さみだれの、振り残してや光堂っていう歌をまあ残したと言います。これどういうことかっていうと、何もかも朽ちさせてしまうさみだれも、この光堂だけは降らなかったのだろうか、金色の道具が光り輝いていることよっていうことで、まあさみだれって、まあ何でも浸食するじゃないですか。雨って、まあ、酸性油も含めてね、いろいろ枯らしたりするし、なんかまあね、木の屋根とかもなんか腐らしたりするじゃないですか。っていうのがあるんですけども、この中の金色の銅だけは、降り忘れたのかな、降らんかったんかな。まあ、今でもこの輝きっていうのは、残ってるよっていうふうな、まあ、歌を歌ったというふうに言われております。だまあ、そんなことないよね。まあ、だいぶやっぱり、その、金色堂自体も傷んでたみたいなんですけども、それじゃ歌にならへんから、まあ、こういうふうな歌を残したっていうのが、まあ、ありますよと。まあ、こういうふうな、やっぱ、あれとったんやなっていうのが、江戸時代になります。で、次どうなったのかっていうと、1897年、明治時代になりまして、重要文化財に指定されます。
ということで、明治時代になって、日本美術とかそういうものをちゃんと国がお金をかけて、修理とか管理しなきゃダメだよっていう発想が、生まれたんですよ。それはお雇い外国人のアーネスト・フェノロサと、日本の思想家の岡倉天心っていうのが二人三脚でそういう、法整備みたいなことを、海外ではそれが当たり前だからそれを日本でも取り入れようねって言って、いろいろ紛争したんですよ。法隆寺とかいたりとかして、いろいろそういう流れの中で、この中尊寺金色堂、これこそちゃんとしとかなあかんやろということで、重要文化財に指定されましたよと。で、指定されたので国の予算が下りて、そこからね、明治時代以降、国庫の補助による数度の修理っていうのが行われたと言われております。あ、よかったねと。やっぱメンテナンスっていうのは定期的にしとかなあかんねっていうことやったんですよ。で、次どうなったのかっていうと、1951年、戦後ですね、戦後、国宝に指定されましたよっていうことで、あ、よかったねって感じなんですけど、これにはね、舞台裏がありまして、1949年、だから今度2年前に、法隆寺の金堂壁画っていうのが燃えちゃったんですよ。不始末、火の不始末かなんかで、で、その金堂壁画って、めっちゃ古かったのよ。法隆寺やから、飛鳥時代とかそのぐらいの、壁画やから、もう国宝間違いなしっていう、すんごいのが、燃えてしまったことを反省して、ちゃんと、管理してなあかん。ちゃんと法整備して、ちゃんとそのお金も取って、予算も取って、修理もしたり、管理もしたりっていうのを、ちゃんと体系立ててやらなあかんなっていう反省のきっかけになったのが、1949年に起こりましたよと。で、文化財保護法っていうのができて、じゃあ国宝っていうのを指定せなあかんなっていうことで、1951年に国宝に指定されましたよと。一発目にね、指定されたということで、よかったねと。で、そこからはお金とかも予算とかも出るようになって、じゃあ、そろそろ、ちゃんと、修理せら。あかんよね。ちょっと今までいろいろ言うてきましたけど、いつちゃんと修理されたん、ちょっと怪しいから、ちゃんとここら辺ちょっとリセット。もう本格的な、もう最高級の修理しましょうっていうのが起こったのが、1962年。ついに金色堂をばらします。はい。ばらして解体を修理します。もうすごいよね。部分的な、立った状態の部分的なね、パッチを当てるみたいな、そういう風な修理は今までやってきたかもしれんけど、解体修理はこれが初めてなんじゃないかな。いや、わからへんけど、僕の想像やけど、江戸時代とかさすがにそんなしたことないんちゃうかなというような感じなんですけども、これがついに行われますよと、もう大々的に行われますよということで、解体されますと。で、まず、1965年に鉄筋コンクリートで大井堂が作られます。はい。大井ね。バリケード。側がですよ。雨風防ぐ。だから今まであった雨風防ぐやつが、もうさすがにちょっとボロボロになってたから、それじゃなくて、その側の方もちゃんと鉄筋コンクリートでしっかりしたやつにしましょうねっていうことで、作られます。じゃあ今までのあったやつはどうしたのっていうと、これはこれでちょっと移動させられて、もともとあったところから移動して100メートルぐらいかな、移動して1964年に移築されましたと。で、これがこれで重要文化財に指定された、ボロボロやったけどよう守ってきたなっていう古いのも含めて、重要文化財になったという、まさかの大移動が重要文化財になるということで、歴史って面白いなって感じなんですけど、なりましたと。で、その時の調査ではこの大井堂っていうのは室町時代中期頃に建てられた、大井堂なんじゃないかというふうに言われているので、ということは、鎌倉時代に初めて大井堂を建てたって、1288年に建てたって出てたので、そこから大井堂自体は何回かやり替えたんかなっていうのが分かってくると、それはちょっと面白いなって感じなんですけども、そういうのがありましたよと。で、やっと1968年に、金色堂の修理が完了いたしましたよっていうことで、組み立てて、もう金箔とかも多分貼り直したりしたんやろね。ボロボロになってるのちゃんと綺麗にして、もう今現在の状態も、もうめっちゃ綺麗な状態に、なりましたよと。で、今現状どうなってるのかっていうと、まず大井堂がありまして、外側から見るとね、側の鉄筋コンクリートの大井堂がありまして、で、次ガラスケースがありまして、で、中尊寺金色堂が、お堂があるよっていう感じなんで、その中尊寺金色堂自体が美術品のような感じでショーケースで外から見るよっていう風な状態になっております。はい。これがね、なかなか、あ、そうなんや、僕調べてみて、あ、そうなんやというのが分かったんですけど、だから僕らが中尊寺金色堂行ったら、要はね、中尊寺金色堂の写真とか見るんですけども、その大井堂しか見えてないから、全然金色ちゃうやんってずっと思ってたんですよ。それはそういうことなんですよ。ずっと大井堂を見てたわけね、僕は。だからその大井堂を入って、でガラスケース越しに、そのお堂を見るという、何重にもこうお預けを食らった後見ることができるという状態になってると。それぐらいしてでもね、言ったらガラスケースで中は湿度とか
温度とかを調整して空調とかも入れて調節してもかなり綺麗な状態で、この保存せなあかんよっていう風な、それぐらい重大なもうお宝やからっていうことなんだと思いますよ。でまあ、現在に至るんですけども、現在に至るのもね、部分的なメンテナンスというのはちょこちょこ行われてるみたいなんですよ。最近もなんか、部分的なメンテナンスですけども、それは行われたっていうニュースがあったのでね、まあ、それも結構金かかるのよ、この、金色堂やから。何千万とか3000万とか、それぐらいの予算感で確か修理したと思う。そのバラすまではせんでも、そこどころとちゃんとメンテナンスしていかなかんで、まあ言うても金かかんねんけど、でもそれぐらいせんともお宝やから、900年のお宝やからね、現存最古の東北地方、現存最古のお宝やから、それはそれぐらいせなあかんねっていう風な状態で、今見れるのがこの中尊寺金色堂になります。はい、ここまでね、中尊寺金色堂の歴史っていうのをざっと見てきましたけども、見どころっていうのもちょっとざっとねご紹介させていただきたいなと思います。まず最初がこちら、はい、開金色ということで、まあみんな金色だよと、まあそりゃそうでしょう、金色堂やから金じゃなかったら嫌やろって感じなんですけども、外側金っていうのはまあ、あるっちゃあるんですけども、中側も金っていうのはあんまないんですよ。っていうので、これ開金色、みんな金色だよっていうことで、これが珍しいよということなんですけども、これはね、ほんまにすごいんですよ。何がすごいかというと、天井とかもね、金なんですよ。はい。天井はね、この天井の作りもすごいんやけどね、折り上げ天井といって、普通の天井からバコーってへこんで、なんかえぐりくぼんでるというような感じ。で、そこにも、格子になってる、格子の折り上げ天井っていうんですけども、もうこの格子にも金張ってて、もうすごいね、もう立体的な金がめちゃめちゃ出てるので、何スライチペタって貼っただけじゃなくて、立体的に全部金貼ってるよっていう、この天井がすごいのね。これはすごいなって感じなんですけども、これが見どころだよという。これはもう、そのガラスケース越しでも見たらすごいなって思えるんじゃないかなと思うけども、まあ、これがすごいところだよと。で、次の魅力っていうのがこちら。はい、螺鈿細工などの工芸っていうことで、金がすごいのは、まあ、有名なんですけども、金以外の工芸っていうのもすごいんですよ。めちゃめちゃ細かい工芸的な細工がめちゃくちゃあるんですよ。その一つが螺鈿っていうものなんですよ。螺鈿。螺鈿って何なんですかっていうと、まあ、簡単に言うと貝殻なんですよ。貝殻。貝殻のなんか、まあ、貝殻ってなんかこうね、ちょっと光当てたらなんか虹色に光ったりするじゃないですか。綺麗かったりするじゃないですか。ああいうのを工芸的になんかいろいろ細工して、こういうのにめちゃめちゃはめ込んでるわけなんですよ。見てください。これ仏像を置いてる段を趣味段って言うんですけども、趣味段のこの手すりのところとかもめちゃくちゃ螺鈿の細かいので、もうようこんなんしてるなっていうぐらいめちゃくちゃ作ってるんですよ。で、柱も見てください。柱にこの螺鈿がめちゃくちゃ配置されてますよ。でもこの金ピカ、この螺鈿がね、アクセントとしてめちゃくちゃ栄養になってんちゃうかなと思うんですよ。金はすごいな、もちろんもうインプットされてるけど、それ以上にこの螺鈿がなんかこうアクセントとしてめっちゃ強弱強弱強弱みたいな感じで、うわーってこう厳か感で、この多分なんか漆芸的なやつ、漆も塗ってんちゃうかなと思うけど、このコントラストはもうすごいな。もうこれ一体的にもうすごい超豪華、もうなんか金をさらに倍化させて感じ取れるよっていう風な再興してるっていうのがね、この金色堂の魅力かなと思います。で、この趣味団のね、下の方にね、鳥がおるじゃないですか。これ金の鳥、これクジャクなんですけど、これもね、なんかどういう風にしてるかよくわかんないですけど、なんか立体的にベコーってこう出てるんですよ。出てなんか羽とかを刻んでこうね、削ってんのかどうかわかんないけど、なんか立体的にとりあえずしてるんですよ。っていうのも、もうすんごい、どないなってんねんっていうの、本当に税の限り、もう映画を極めし者の建てた寺院どうやな、みたいな感じを感じ取れるっていうのが、本当にすごいのがこちらの金色堂になります。で、もう一つの魅力っていうのがこちら。はい、11体の仏像をかける3セットっていうことで、仏像もね、魅力的なんですよ。この趣味壇、仏像置く壇っていうのが、金色堂の中には3つあります。真ん中中央がメインのやつで、ここに11体の仏さん仏像がありますよ。これが、今年の1月に、東京国立博物館に、貸し出されて、お披露目しますような仏像になります。それ以外にも、左と右に向かってね、左と右に11体、合計33体の、仏像があるということで、もうすんごい豪華な、仏像群があるわけなんですよ。その仏像ね、フォーメーションもなかなか面白いんですよ、フォーメーション。はい、
11体どういう内訳かというと、まあ、まず、本尊阿弥陀さんなんですよ。極楽状態だからね、阿弥陀如来がおりますよと。で阿弥陀三尊仏っていうのがいて、阿弥陀さんにお友達2人、手下2人をつけるって人は必ずこの2人がつきますよという必ずお決まりの、仏さんがいるんですよ。聖子菩薩と観音菩薩が、置かれてますよ。もうこれ絶対決まりなんですね。まあ、言うたら水戸黄門でいうと助三角さんみたいな、ルパンでいうと次元五右衛門みたいな、必ずこの2人がいますよっていうのが、必ずその3段全部には、いますよと。阿弥陀三尊仏で、次が、地蔵さん、お地蔵さん、地蔵菩薩が、6体います。多くねって思うんですけど、いや、まあ、6体なんで、そんなんでそんなと思う。いや、もうちょっと他のやつ置いてええんちゃうと思うんですけども、いろいろ調べてみたら、この6体地蔵を置くのにも意味があるみたいなんですよ。へえ、そうなんやって。なんでかっていうと、仏教では、お釈迦さんが悟りをまあ開いて仏になりましたよね。そっから次仏になる人が出てくるまでには、次出てくる、次仏開く人も決まってるんですよ。それが、弥勒菩薩っていう人なんですね。あ、まあ、仏さんなんですね。が、仏になる、釈迦の次に、悟りを開きますよって言われてるんですけど、その期間がね、めちゃくちゃ長いのよ。はい、何年やと思います？10年20年とかの話じゃなくて、なんとね、56億7000万年後って言われてるんですよ。長すぎや。というか仏教でそんな先のことまで考えてたんって感じなんですけども、そうなんです。56億7000万年後に、弥勒菩薩が、仏になるということで、じゃあその間誰も仏おらへんやんけっていうのがちょっとまずいなっていうことで、わかりました、じゃあそれを助ける、あの仏さんっていうのを、配置しますっていうことで地蔵菩薩が、配置されたんですよ。でなんで6体なのっていうと、仏教の中ではこの世っていうのは、6つの世界に分かれますよっていうふうに考えられてます。天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道か。この 6つの世界があって、それぞれ6つの世界に、救ってくれる仏さんいるよねっていうことで、6体じゃあ地蔵さん、地蔵菩薩を入れますよということで6体地蔵っていうのが、あるんですよ。よく飾られるんですね。ということで、6体地蔵、あ、なるほど、そのフォーメーションの6体地蔵なんかっていうのが、まあ、展示されてますよと。でその前に、2体の、仏像が置かれてます。これが天部という種類の仏像になるんですね。天部、仏像っていうのは4種類に分かれるんですよ。まず如来という悟った人のことを如来と言います。まあ、人って言ったらあれだけど、悟ったのを如来と言います。悟って仏になったら如来で、修行中、まだ悟れてないけど修行中なのが菩薩っていう種類なんですね。でもう一つが怒ってる人、明王さん、不動明王とか、ああいう明王っていうのが3つ目になります。でそれ以外を天部っていう、お助け部隊を天部と言います。で大体この如来菩薩明王って大体何とか如来とか何とか菩薩とか何とか明王っていうので分かるんですけども、それ以外に何て名前なの、何とか天とかね、なんか言う、なんかよう分からんなっていうのは大体天部に入りますって僕仏像の歴史の時に言ったんですけども、まあそういうことで、天部というお助け部隊が、この2体が、作られて置かれております。それが、増長天と時刻天っていう天部が、置かれてます。これがねまた味噌で面白いんですよ。何でかっていうと、めっちゃ動きがすごいんですよ。こんななってたり、こんななってたりって、めちゃめちゃ躍動感あふれる、仏像なんですね。で、この平安時代後期の仏像の、主流っていうのは、おとなしい感じ。なだらかな曲線で、おとなしい極楽浄土みたいな感じのもんが普通やったんですけども、で鎌倉時代になったら、その運慶とか快慶とかいう慶派とかっていうのが、動きのあるめちゃめちゃ躍動感の彫りの深い、写実的な動きのやつがめっちゃ主流になっていくんですけども、そんな先取りをちょっとしてるような仏像がここでもう、ね、平泉で出てるっていう、できてるっていうのがなかなか面白い。やっぱさすが税の限りを尽くしただけあってね、そのなんていうの、その流行とかも先取りして、仏像の流行は今後はこういう風なのが来るぜっていうのをここにぶち込んだんかなって考えたら、めちゃくちゃ面白いなっていうのも見どころになるので、まあ、この11体セット ×3、だから、右段と左段にもありますよっていうのがね、見どころになりますので、これはなかなか豪華な仏像群っていうのも見どころで面白いんじゃないかなというところなんですよ。はい。で、最後にね、ちょっとお伝えしたいのが、ミイラっていうことで、何なんミイラって、あのミイラ、そう、あのミイラなんですよ。これどういうことかっていうと、実はね、この中尊寺金色堂の須弥壇、仏像とか置かれてる須弥壇には、ミイラがいます。そうなんです。そう。知らなかったらびっくりするかもしれない。そうなんですよ。おるんですよ。で誰のミイラなんて、そんじゃそらのミイラじゃなくて、なんとね、初代や清平、二代目元平、三代目秀平のミイラが、安置されてるんですよ。そう、嘘、マジで都市伝説みたいな感じだ。そう、ほんまに、そうなんですよ。で、これ実際調査が行われたことがあります。
はい、前昔から言われてはいたけど、誰もそんな開けたくないじゃないですか、ちょっと怖いし嫌なんですけども、ちょっと学術的にも含めてちょっとちゃんとした調査せなあかんなということで、1950年昭和25年に金色堂須弥壇に800年もの間安置されていた藤原四代の遺体に対する学術調査が行われました。はい、で実際出てきて、で、最初は3体の遺体があったんですね。あの向かって中央の一番メインのところに、あの初代の清平がいましたよと。で、右段、右段、右段、まあだから向かって左、あのこの右段っていうのは、阿弥陀如来から見て右、だから我々からしたら向かって左になるんですけど、こっちには2代目の元平がいましたよと。でこっちの左段左段っていうのかな、左の趣味段には、向かって右の方ねには3代目の秀平プラス、4代目も一応いたよって、あの残念な安平君の、あの安平君は遺体じゃなくて、あの首だけやったらしいですよ、首だけやけどそこに あのありましたよっていうことで、これが見つかったと。で、あのいろいろ調査したら間違いない、その間違いない、あの藤原氏のものだということが分かったんですよ。でもう一回ね、あの大々的な調査っていうのも行われたんですよ。まああのいろいろね、あの研究のその何、あの技術とかも高まって DNA 研究とかもいろいろできるようになったから、なんか分かんないけども、1994年にも行われましたよっていうことで、ここからねかなりのことが分かったらしいですよ。はい、例えばあのね、この中あの藤原氏がどういうふうな、体型やったのかとか、なんか病気して亡くなったのかなとか、あの半身不随やったんかなとかね、そんなん分かったり、なんかちょっと中肉中背やったんかなとか、そんなん分かったりとか、あの血液型こうやったんかなとか分かったりとか、もともとはこの東北に住んでた人ではなくて京都から来た人の血筋の骨格だねとか、なんか そんなんがいろいろ分かったらしいんですよ。すごいな、ほんまやりたい放題で調べたい放題、まさか調べられるとは清平とか思ってなかったでしょうけども、まあ、そういうふうに調べられて、まあ、いろんなことが分かりましたよと。で、これ面白いなというのは、なんでミイラにしたのかっていうところですよね。いろいろ今までもそのいろんなところでね、ミイラというか、まあ、遺体を安置してるみたいな、あの都市伝説的な言い伝えはあるけど、本ガチであったのはここだけと言われているので、なんでなんかなというと、やっぱ、ね、この東北地方、この奥州っていうのは独自の文化が育ってたんかなっていうのの一つのエビデンスじゃないかなと思いますね。もともと蝦夷って言われてたし、まあ、上の方に言ったらアイヌじゃないですか。で独立国家みたいな感じでしたし、まあ、各国と自分独自で交流交易とかもしてたので、入ってくる文化っていうのが、その日本が普通に入ってくる、だから遣唐使とかから入ってくる京都とかの都の文化ではなくて、ダイレクトに中国とかそういう北方からの文化とかも入ってきてたりして、いろんな考え方があったから、こう独自のね、あの文化っていうのが根付いてたんじゃないかなと。の中で、このミイラっていうのは、まあ、仏教的な感覚で言うと、まあ、なんだろうなその来世行く時のなんか ボディが必要やからとか、そういう考え方なんか分かんないし、まあ、分からない、宗教的な考え方から分からんけど、なんかそういう風なのも相まってミイラとして4体ちゃんと、まあ、まあ、安平はちょっと置いといて3体ちゃんと残しとくって、これはちゃんと何かの意図があってやろうとしてたという風なことやからね、これはなかなかちょっとこういう研究もっともっと深掘っていったら面白いんちゃうかなっていう、ミステリーやけどロマンというか面白いところやなと思いますね。で、まあ、このミイラも自然的にミイラになったのか人工的にミイラになったのかっていうのもね、まだどっちかどうやっていうのはっきりとは言い切れないみたいな感じらしいのでね、そこら辺もね今後の研究で解明されていったらめちゃめちゃ面白いなっていうのが、こちらのミイラのお話になります。はいはい、いかがだったでしょうか。今回は中尊寺金色堂についてご紹介させていただきました。まあ、歴史だけでもね、さすが900年っていうだけあって、いろんな文化的なものとかね、そういったものが紐づいてめちゃめちゃボリューミーでしたけども、これらを分かった上で、中尊寺金色堂、ゴールデンテンプルや、中の仏像を見ていただいたら、さらにね味わい深く楽しめるんじゃないかなと思いますので、今回の動画良かったな、面白かったなと思われる方、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、なんかコメント書いていただけると非常にやりがいにつながりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。
どうぞよろしくお願いいたします。